ヒラノ耀、ルイ・ヴィトンの最新コレクションで再出発。ファンからの歓喜の声、日本のエンターテインメント界における注目の若手俳優であり、元キングプリンスのメンバーであるヒラノ耀、様、26、が、彼のファンと業界内で再出発の兆しを示しています。彼は最近、ルイ・ヴィトンの最新コレクションを身にまとったクールな写真を自身の公式インスタグラムで披露し、 それに伴いパンからは再出発を祝福する声が広がりました。ヒラノ仕の最新のインスタグラム投稿は28日に行われました。この日は女性誌、エルジャポン11月号特別版の表紙を飾ったことを祝う日であり、ヒラノ仕はルイ・ヴィトンの最新コレクションを着用した魅力的なショットを公開しました。さらに、同誌の中では 9ページにわたるファッションポートレートとインタビュー記事も掲載され、彼自身が現在の心境について語りました。ジャニーズ事務所を退所し、戸部に所属する彼にとって、雑誌表紙を飾るのは初めてのことであり、発売前から多くの話題を呼びました。この投稿に対するファンからの反応は非常に熱狂的で、インスタグラムのコメント欄には、LB の世界観を表情と身体で表している平野紫洋最高、将ん、 本当に再出発おめでとう。お帰り紫輝くん。めちゃくちゃかっこいいですといった再出発を祝う声が寄せられました。平野仕様はこの新たな一歩を踏み出すことにファンからのサポートと愛情を受けていることが伺えます。一方、SNS プラットフォーム、X、旧ツイッターでは雑誌を入手しようとして失敗したファンたちの声も聞かれました。彼らは書店でご好評につき完売しましたという表示を見て、 朝から2件の書店を回るモザッシを手に入れることができず、がっかりのコメントを投稿しました。平野紫耀の人気は依然として高く、彼の活動に対する関心は根強いものがあります。平野紫耀の再出発。平野紫耀は、ジャニーズ事務所を退所し、トベという新たな所属事務所での活動をスタートさせました。その第一歩として、彼は女性誌、エルジャポン、11月号特別版の表紙に登場し、 ルイ・ヴィトンの最新コレクションを披露しました。これは彼にとっての再出発の象徴とも言える瞬間であり、ファンからの熱狂的なサポートを受けています。彼のインスタグラムに投稿された写真では、彼はルイ・ヴィトンの洗練されたファッションアイテムを身にまとい、そのクールなルックスでファンを魅了しました。ファッションポートレートには、彼の魅力が余すところなく表現されており、彼の新たなキャリアステップに期待が高まっています。 ファンからの歓喜の声。ヒラノ仕様の再出発に対するファンからの歓喜の声は、彼の SNS アカウントで多く見られました。コメント欄には、LV の世界観を表情と身体で表しているヒラノ仕様最高というファンの感想が寄せられ、彼のファッションセンスとルイ・ヴィトンの魅力が絶賛されました。また、翔くん、本当に再出発おめでとうというメッセージからは、 ファンが彼の新たなスタートを心から祝福していることが伝わります。さらに、お帰り紫輝くん。めちゃくちゃかっこいいですといったコメントからも、平野紫耀がファンから待たれており、再び彼の活動を楽しむことができることに喜びが現れています。彼のファンは彼のキャリアの新たな章を共に歩むことを楽しみにしており、その指示は変わることがありません。ファンの情熱。一方で、SNS プラットフォーム。 X では、雑誌を手に入れることができなかったファンたちの声も聞かれました。平野紫耀の人気は依然として非常に高く、彼の活動に対する関心は根強いものがあります。そのため、彼の雑誌拍子の話題が広まると、多くのファンが雑誌を手に入れるために奮闘しました。ご好評につき完売しましたという表示を見て、多くのファンが書店を訪れたものの、雑誌を入手することができず、がっかりの声が相次ぎました。 一つの雑誌がこれほどの反響を呼ぶことは、ヒラの仕様の人気と影響力を示すものと言えるでしょう。ヒラの仕様の再出発に伴い、彼のファンからは熱狂的なサポートと歓喜の声が寄せられています。彼はルイ・ヴィトンの最新コレクションを身にまとい、ファッション界での新たな一歩を踏み出しました。彼のファンは、彼の新たなキャリアステップを心から祝福し、彼の今後の活動を待ち望んでいます。一方で、 彼の人気は雑誌の売り切れにも現れ、多くのファンが手に入れるために努力しました。これは平野仕様が日本のエンターテインメント界で依然として大きな存在であり、彼のファンの情熱がいかに強いものかを示しています。彼の再出発は、ファンにとって待望の瞬間であり、今後の彼の活動に期待が高まっています。